こんにちは、ファンキアコです。今日は1月17日の、18時22分です。今日はね、なんか朝から久しぶりにというか珍しく体調があまり良くなくて、でちょっと長く寝ました。でですね、あの歯医者さんね、本当もういよいよ行かなくちゃいけないなと思って、あの知覚過敏ぐらいかなって思ってたのが、あの冷たいものだけじゃなくて熱いものまで占めるようになってきて、でちょっと調べたんですが、歯にひびが入るというあの症状というか状態があって、それはあの歯ぎしりとか食い縛りをする人に多いらしいんですけども、で私は、数年前からマウスピースをして、夜必ずマウスピースをして寝るようにはしてるんですけども、あの本当それまでね、あの自分が歯ぎしりしてるっていうことすらもね知らなかったんですよ。で、歯科医の先生から、あなたはあの歯ぎしりとか食いしばりの癖がありますねと言われて、でそれは下の歯ぐきを見ると一目瞭然なんですね。なんか下のね、歯ぐきの骨がね、あの歯ぎしりとか食いしばしりをすることによりどんどん太くなるんですね。で私、うちの娘のうちの一人の娘が、あの見せてくれたら、口をね見せてくれた時に全然そういう風になってなくてびっくりしたんですけど、なかなか人の口の中って見る機会ないですよね。だから知らなかったんだけど、で自分の場合はあの内側にすごくね隆起してるというかコブになってるんですね。で初めて知りまして、数年前に。でそれからマウスピースずっとしてまして、まあ途中ねちょっとサボってやってなかった時もあったんですけど、もう今はねもう必ずやります。まあ、マウスピースしててもね、昨日ねあの夜中にふっとね意識がねあったんですけど、あのちょうどね歯を食いしばってる瞬間にどうやら起きたみたいなんですよ。で歯がね若干痛くて、で歯がひび入ってるんですね、あの右と左の上の奥歯1本ずつ。そうだな、1年以上前にあの歯科に行った時にはあの掃除に行ったんですよ。でその時にあの歯がねひびが入ってるから硬いもの食べないようにとは言われたんだけど、あのあんまりねあの危機感もなく今日まで来てしまって、で、まあ、その後もあのメンテナンス行ったことはあったんですけど、あんまりそこには触れられてなくて別の歯医者さん行ったんですけどね。でもいよいよどうやらそこが危ないなということで、で歯医者さんなかなか決まらなかったんだけど、偶然あの Google であの自宅の近くの割と近くのあの歯科見ましたらですね、こじんまりとしたあの個人の歯医者さんで、でですね、今日また再び別の歯医者さんをちょっと見つけたんですよ。その歯医者さんというのは、私が2年ぐらい前に通ってたあの針とか灸とかやってくれるところの、なんていうかな、監修をしている整形外科の先生のお父さんがやってるところ で、そこもちょっと調べたらすごく技術の高いあの歯科医ではあるらしいんですけども、あの Google のレビューがですね、そこは3つしかなかったんですね。でまあ今時ね、なかなかレビューの信憑性っていうのもあのねいろいろあると思うんですけど、あの最初に予約したんですよ、最初の歯医者さん。でそこの歯医者さんはあのレビューが150ぐらい入ってて、もうそれも本当にすごくねあのいいレビューばっかりで、ほとんどがで長文で、またレビューがすごく長文 で、それに対して一件一件ちゃんとあの結構な長文でお返事してて、やっぱそういうところちょっと見ちゃいますね。あのその信憑性に関しては分かりませんけれども、であの家族でやって見えるところみたいで、あの院長先生が、まあ、お父さんといっても高齢な方なんですけども、で副院長先生の奥様がもう亡くなっておられて、で息子さん2人と
それから娘さん3人計4人でそれぞれの得意分野を持ってやっている歯医者さんみたいで、まあ、実際行ってみないとねわからないんですけど、外観の写真とかは本当にね本当に普通の民家みたいなんですよ。民家に看板が立ってるみたいな。で最初えっと思ったんですよね、 Google の写真見た時ね。レビューを見た時はすごくいいって書いてあって、でまあそこ予約してからの写真を見たらえっていう感じがあったんですけども、最近どうやら中を一部改装したということで、でもね設備がすごくいいんですよ。私もかつて、まあ、何度か歯医者さん行きましたけど、こんな機械見たことないというか使ったことないぞみたいな、まあそれほど私は詳しいわけじゃないですけど、例えば歯周病菌を見る顕微鏡、普通にあるんですか、ああいうの分かりませんけど、あといろいろとね、患者さん の, レビューにも書いてあったし、病院の方の証言もあったんですけど、すごく機械に関しては設備に関しては信頼がおけるようで、また行ったらレビューしますと言ってもですね、この地域の方しかねほとんど有効ではない情報であるし、英語発音とも何ら関係ないですが、でも、まあ、YouTuber は、まあ、歯が命なんですよやっぱり。 YouTuber だけじゃないですけど、まあ、歌とかねそういう人はやっぱり歯が命ですね。まあ、見た目っていうこともありますし、まあまあ、そこの歯医者さんではね、噛み合わせから姿勢からいろんなことを見てくれるみたいで、ちょっといろいろ期待してます。でね、あとはなんだっけ、今日 F コードの話しようかなと思ったんですけど、先日このような動画をアップしました。私の練習チャンネルの方なんですけど、これは、まあ、たまたま練習してる時にF コード、まあ、出てくるんですけど、弾いた時に前より全然できるようになったと思ったんですね。でも本当これバレーコードって言うんですけど、 バレーコードとかバーコードとか、あと制覇って言うんですけど、人差し指を立てて伸ばして多くの弦を押さえるというもので、すごく難しいんですよ。でやっぱりギターを弾き始めた頃っていうか、必ず F コードでつまずくとは有名な話なんですけど、まあ私も F コード、まあ、バッチリ全部の音が出るっていう経験ってなかなかなくて、弾き語りをやるときに伴奏をやるときにどうしてもバレーコードを使わなくてもできるアレンジっていうのもあるんですけども、ダーリコードみたいなね、ダーリコードっていうんじゃないな、もっと簡易的なコードっていうか、で私は YouTube 外国の YouTuber さんのギターの教則ビデオじゃない教則動画みたいなものをよく使うんですけど、まあ、初心者向けであればあるほどその難しいバレーコードを使わずに別の指の、やり方でやるというものをよく使ってるんですね。でも、まあ、そればっかりじゃなくてやっぱりバレーコードも練習していかなければできないので、まあ、やっているんですけど、ずっとやってきたんですよ。でこの間初めてねふと気づけば出るようになってるなっていうふうに思ったんですよ。まあ完璧に 100% 必ず毎回できるかって言ったらそうではないですけども、本当にこれって不思議なもので、指それぞれのこう弦の人差し指をただ置くだけなんだけど、その各弦のねこう力の入れ加減がこれって頭で考えてやるものではなくて、一瞬でこう体が反応できるというところが本当に不思議なんですけども、もうこれ経験値しかないなっていうふうに思うんですよ。で多くの方がそのギターを始めたんだけどエフコードでつまずくというところで、それは力加減がうまくわからないわけなんですよ。で自分はギター向いてないのかなってやめちゃったりする人が多いんですけども、実際はですねどうやら時間をかけるしか方法がないんですね。でそれはもう私自身もこの50代になってようやくギター始めて、でもうバレーコードできないとやっぱりアレンジがね
伴奏の練習がはかどらないんですよ。なかなかそこの部分だけ音があんまり鳴らないっていうと、テンション落ちるし、モチベが落ちるしというところで、本当にね、一時はあれ何月ぐらいだったかな、7月ぐらいだったかな、ツイッターによくねバレエコード苦戦してますみたいなツイートをよくしてたんですけど、本当その頃ね、もういい加減にしてほしいと思ってたんですよ。もうこれできないとね、練習はかどらないし曲完成しないしって。でそれから私の中でちょっといろいろ心境変わりまして、今まではこうトライすること全部をなんていうのかな、成功したいと、もっと言ってしまえばものにしたいみたいな、ものになりたいみたいな、ものになりたいっておかしいか、ちょっと私は完璧主義とか、何か習い出すといきなりオリンピック目指すみたいなね、心境だけ、マインドだけオリンピック目指すみたいな、そういう傾向があったので、でもある時からこうもっともっと症候群というのをやめようと、もっともっとってどん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 ね、自分を高めるんですけど、向上心、それはいいんですけど終わりないんですよこれ結局は。で自分の中の幻想ばっかり見てて、で現状を見ることがなく、でもっともっとって思っちゃうんですね。だから満足することが永遠にないと。でだからこそ向上心を持ってすごく挑めるんだけど、いろんなことに。だから英語の勉強も多分そんな感じだったと思うんですけど、でもこれ必ずしも幸福感とは結びついてないわけで、でそういう観点からいくと、まあ現在の自分のこうレベルで楽しいことを見つける、できること、小さいことを、達成して、でそれで幸福感を味わいながら楽しく練習をするという風なねマインドに変わっていったんですよ。だから自分これやりたいと思っても、もしかねそれが自分の手の中に入らなかったとしたら、まあ、それはそれでしょうがないんだと、自分の人生に必要なかったんだっていう風に納得するのも一つの幸せだよなというふうに思い始めたんですね。まあこれからまたそれも変わっていくかもしれませんけども。でそれから、ギターの練習にもそれが反映されて、とにかくあんまりこう根詰めずにね、例えば2ヶ月でこれ達成しようとか、あんまりそれで力まずに、まあ、楽しくギター弾いていこうじゃないかと、毎日、まあ、何でもいいから練習しようっていう風にね、まあ、継続は力なりと。でやっているうちにやっぱりね、経験値がちょっとずつ積み重ねていって、で結局気づけばできるようになってたという。だからあの時やめなくてよかったなって、あの時自分はギターのセンスがないんだとか、ギターの才能がないんだとか、そういうことを言って思って諦めなくてよかったなって今すごく思うわけですね。だから本当に F コードごときでつまずいてやめてしまうとしたら本当にもったいないなと。でこれは実際にできないところからできるようになってきた私が本当に身をもってお伝えできることです。で途中ではね、この F コードのどうやってこうなんていうのかな、コツみたいなもの、指をたくさん、使うわけで、その F コードに関しても一瞬でそれを押さえるためにはどの指から押さえたらいいのかとか、そういうこといろいろ疑問に感じたんだけど、なかなかそういう部分に触れられているブログとかってあんまりなくて、おそらくできるようになった人が書いてしまうと、そういう細かいことをもう忘れてしまっているんじゃないかなとも思うんですね。で、その F コード、バレエコードはおそらく一瞬でバッて押さえるんですよ。できる人ってそうなれるんですよ。私はちょっと若干まだね、バラバラって押さえてるんですけど、でこの間私の、よく見ているすごく好きなギター系 YouTuber さん、ちぐりもチャンネルさんなんですけど、ギターコードのやり方っていうすごく初心者から、中級者ぐらいの方、あと上級者はどうなのか分かりませんけど、今も現在できる方が見直しても
いろいろ振り返り動画、なかなか他人のね指というものをじっくり観察したり研究したりってあんまりないんですよね、そういうこと機会がね。だからそういう、コードを解説してる動画っていろいろありますけど、できるようになっちゃったらあんまりそういうものって見ないじゃないですか。例えば私最近というかちょっと前にペーパードライバーさんのための YouTube 動画という運転 の教習所の先生がやってるチャンネルをたまたま見つけたんですけど、かなり前の動画でもラジオでも話したことあるんですけど、運転できるようになっちゃうとそういう動画って見ないですよね。で改めて見たらそれがすごく面白かったんですよ。なぜかと言ったらですね、なかなかこう自分の運転ってもう自己流みたいになっちゃってて、でそれを人の運転と比べる機会って本当なくて、でそれも教習所の先生だから間違いないわけですよ。ですごく勉強になったんですね、スマートな運転の仕方っていうものを。だからそんな感じでそのギターのコードも弾けるようになったけど、見直してみるといろいろ発見があると、そういう感じで、そのちぐりもチャンネルさんのその動画をね興味深く拝見したんですけど、一回ちょっとさらっと見ただけなのでもうちょっとガチでね見たいと思ってますが、で F コード、そうそう、だから F コードね、本当にそのところでつまずかないでいいから、他のコードとかやってるうちにどんどんねできるようになるんですよ、知らないうちに。よく初心者の間違い勘違いというのは、ピアノでもあるんですけど、コードは全部覚えないとダメですかみたいな、最初に全部覚えた方がいいですかってあるんですけど、全くそれって無駄っていうか馬鹿げてるんですよね。私でもね、ピアノの時は本当マジでコードブック買ってきて、ピアノ用のね一冊丸ごと覚えてやろうって意気込んでた時あったんですよ。なんかそれができることにより自分の音楽性がすごく上がるような気がしてたんだけど、もちろんねコード知らないより知ってた方がいいんですけど、英語でもそうですよ。英単語全部覚えてからの方がいいですかとか、でよくもう一つあるのが、一曲ちゃんと弾けるようになってから次の曲弾いた方がいいですかと、本当にその一曲入魂みたいなの、ものすごく効率悪いんですよ。またつまらないしね。で他の曲も同時変更していったりするっていうことで、経験値上がっていって、一曲だけをやっているよりもずっと結果的に早くいろんなことを知りながら上達することができるんですよ。だからピアノのコードもそうだし、全部覚えなくても好きな曲のコードを一つ一つやっていくことで、いつの間にかいろんな曲やってるうちに相乗効果で多くのコードの知識が増えていた、実際に使えるコードが増えていくというすごい実用的なね良さがあるんですよ。英語もそうですけどね、単語を最初から覚えなくてもやっていくうちに必要なものだけをしっかり覚えていけば、それが確実に使えるものになっていくんですよ。でこれは洋楽の発音でも一緒で、一曲だけ一曲入魂でバリッと完成させるぞってやるよりも、二曲三曲四曲、完成度がね一曲の完成度が低かったとしても、それを8割完成度目指すよりも他の曲をやっていくうちに振り返ったら、で元に戻って1曲目にもう一回戻った時にすごく分かるようになっているとか、さらに理解度が上がってこう発音しやすくなったとか発音ができるようになったとか、そういうことって本当にあるんですよ。かつては私は英語やってた時は本当頭でっかちだったんで、本当に一つのものをねガーってやる性質だったんですけど、今のギターに関してはすごくその面が改善されて肩の力抜けてて、本当にできることからやっていこうっていうふうに今できてますね。だからある面ではガーってやらない分上達は遅いと思うんですけど、全体的な上達は。でもできないことによるフラストレーションってあんまりはないんですよ。多少ないと同じものばっかり練習してたりとか
なんていうの、こう何日間かかかってやらないとできないこととか、もっと言えば何ヶ月かかかって仕上げる曲とか、そういうものもやっていかないとなかなか自分のレベルは上がらないんですけど、それはもうどんなことでもね、あの英語語学でも本当にできることだけやってると、それ以上の、あの向上って本当になかなかないんですけど、維持はできるかもしれないけど、本当に何かの技術を維持していく、もしくはあの向上させるっていうことって本当にあの根気のいることなんですよ。だからこそ、まあ、そのプロセスを楽しんでいくっていうことが、今できることで楽しむっていうことがすごく大事になるなって思うんですけどね。はい、ということで今日はそんなようなお話をしました。 F コードいつの間にかできていたと、で今できることをあの頑張ってやっていくっていうことで、もう時間かかって時間経って気づけばいろんなことができるようになっているっていうことですね。そうするとね、あの、まあ、緩いモチベなので、あのモチベーションが下がってしまうってこともあんまりないし、あのとにかくね、続けていればいいんですよ。続けていけば、ちょっとの負荷をかけて続けていけば、あの確実にこうね上昇していく。でその上昇ペースというのは、あのなだらかな坂のように上がっていくわけじゃなくて、あの平坦なプラトーっていうんですかね、そういう時期があって、でそれが長くて、である日突然ガッて上がるんで、それを繰り返すんですね。どんなこともね、こんな感じであの上達していくらしいんですよね。だからあの本当にいかに平坦な時を、その退屈に見える時をやり過ごすかっていうことがすごくあの鍵になってくるので、あの本当に毎日の練習を工夫して、あ今全然上達してないようだけど、水面下ではじわじわ溜まってきてるんだなっていうことをね、あの楽しみにしながらいろいろなものを練習していきたいと思います。はい、今日はちょっとねまだ体調があんまり良くないので、まあ、ゆっくりします。あの今週来週すごく忙しいし、あの猫ちゃんの体調がいつ悪くなるかわからないので、私は常に自宅でね待機しながら準備しています。あの本当にいつまでもね命って続くわけじゃないけど、なんかねちょっと小康状態みたいな状態が続くと、これ永遠に続くんじゃないかなって希望を持っちゃうんですけどね。で心がふっと軽くなってね、まあ本当に日々をね大切にしていきたいものですね。はい、では聞いてくださってありがとうございました。またラジオ撮りますね。はい、じゃあ元気で See you。